ついにやってきました。皆さん大好き島のバイオハザード実況。まあ、あのバイオハザード4自体はもう島が中学校とか高校生ぐらいの時に一応クリアはしてるんですけど、まあ、それのリメイク版ということでね、十数年ぶりに帰ってきましたんで、ニューゲームいきましょう。ゲームモード3つありますね。ハードコア、難しめの難易度と、バイオハザード4の腕前に自信のある方でおすすめあって、スタンダード、標準的な難易度、バイオハザード4未プレイの方におすすめのモードと、アシステッド、アクションゲームに不慣れな方におすすめのモード、標準操作がアシストされますと、で一部のアイテムの価格が下がりますと。あ、もう勘弁してくださいよカプコンさん。そんなね、いや今回ちょっと時間がないので、スパチャーカチャチャー、あー、赤スパのせいでハードコアになってしまった。許さんぞ許さんぞお前ら。なんだ、あ、なにこれ、急に、は、え、急に、これなかったですね、4にこんな描写。4いきなりあの車から始まったからね、ラテン系の音楽が流れながらね。テンテレンテ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 政府の大統領のホワイトハウス。あ、エージェントになったののレオンや。アダムスや、アダムス。この右におる大統領の名前、アダムス。長く厳しい、あ、これはクラウザー少佐と、あ、やっぱり、クラウザー少佐と訓練してる。すげえ。こんな描写なかったぞ。マービン君。そして、ケンド。ロバート・ケンド。エイだ、エイル。全部 RE2 なんやけど。いや、出た出た、ラテン系の BGM に頬杖ついて、クソって。おい、この後もしかしてションペン行くんちゃうか。ああ、アシュリー・グラハム、教えてくれよ。お、こんな山奥に何しに来た。面白いもんなんかねえぜ。まあ、ただの迷子探しだ。ちょっとトイレ行くから待っといてくれ。ふぅ、着いたぞ。不気味だな。え、トイレせんのや。ちょっと待っててくれ。あ、すぐ戻る。トイレだ。で、トイレした後に村人が後ろから、って言う。さあ、じゃあセティウマステトリコ。どうしたどうした。急に母国語が出てますけど。え、やる気やない。おい、お前トイレしすぎやろ。あ、ちゃうか。ただの水たまりか。びっくりした今。こいつの尿びっくりした。土砂降りした後のあれか、水たまりか。こいつトイレしすぎやろと思ったけど、ビビった今マジで。どうしたんだ、えらい遅いな。何でも落ちたか。悪いんだがちょっと見てきてもらえないか。いや、目の前におったやんさっき。いや、目の前におったやろ今。はぁ、どこ行ったんこいつ。俺は車を見張っとく。中金取られたくないしな。こんなとこにこんやろ泣けるぜ。出た、レオンの名台詞、泣けるぜ。ちなみにこれはバイオハザード2の時からね、受け継がれてるレオンの名台詞ですね。泣けるぜ。ことあるごとにね、レオンはシリーズで泣けるぜって言うんですよ。あ、いや、こっからスタート、チャプター1。おい、警官を探せって。いや、寝るん早すぎるやろお前。疲れてる時の千里並みに寝るの早いやんけ。秒で寝たぞこいつ。もうサクサク行きます、もしかして。もうサクサク行っちゃいますか。なんかしゃあないんで。 F か、 E にしたいな、この扉開けるの扉開けるの E にしたいな。いや、怖っ。誰かいるか。あ、びっくりした。急に、うわ、びっくりした。うわ、なんやねん、ほんとしな。わー、これいいにしたいな。うわー、びっくりした。いやー、怖すぎるが。にー、
ちなみに俺体験版はチラッと触ったんやけど、ここら辺プレイしてなくて村だけ やらせてもらったんやけど、ちょっとここら辺から未知の領域すぎるが、怖すぎるが、完全に処刑場やんけこれ。セブンと同じパターンや。じゃあブリッジか、ビレッジや。ブリッジってないね。大学ビレッジ、ブリッジは橋や。何やねん。あおい、でどうした、どうなってんだ。で森、あ、村中央で焼かれてるってやつね。小屋から脱出する。死んでるやんか。はい、出ました。カポコンさんおなじみ。銃を構えて撃つの指示が出たときは大体ゾンビが出てくる。うわー、出血多量です。なんだ、落としたな、今。まあ、原作通りやったら村人が増援で3体ぐらい来て、家を囲まれますが、ちょっ、嘘だろ。マジか、来たか。さてどうする、さあどうするか。ワンチャンこいつスルーできる可能性あるぞ。いやー、どうしよう。10発か、これハードコアやからな。弾あんま使いたくないよな。こっちに行って、すごい。いや、仕方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 、こいつは仕方や。これって隠れたらバレんとかあるかな。やばい、 BGM 止まらへん。これ、これバレてる？はぁ、バレてんねんけど。What the fuck？ こいつ。こいつ。なんだ。倒しましょうか。早すぎるやろ。なんやこいつ、気持ち悪。後ろ下がれへんし。ナイフ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 、それは一体ナイフ。やばって、あと3発やねんけど。えぐいえぐいえぐい、これはえぐすぎる。おっと、世間くださいって言ってる。この村はまともじゃない。あ、やばい、バレてるバレてる。ほら、そんな叫ぶから。悪いな、また後で。やばい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 、まずい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 、邪魔したな。で、出た。手を X にして肘を立てて飛び降りるやつ。あ、諦めんなよ。これ追っかけてくるパターンじゃ。これ原作やったらここからまた戦闘やねんけど。あ、もうこれでおしまいねんや。あ、一通りのイベントこれでおしまいねんや。これで、ね、原作やったらあの増援が3体ぐらい来て、そっからまた戦うんですけど。わからんぞ。何バカな。こっちに寄せといて、でこっち。嘘やろ、どうしたらいいの。やばいやばいやばい、早く行って。痛い、心。あ、まずい。この左にもアイテムあるけど、これ絶対おる。やっぱりどうしよう、取りたいな。あ、無駄し。いや、これ無理やな。行こう。あ、これ村中央やん絶対。来たー、ここは体験版でやったぞ俺。これってさ、スニーキングいけるんかな、このゲームって。無理か。こうリメイク版はなんかこう戦わんでも全員殺せるみたいな。あんまり使いたくないな、弾。ベーベーが来てる。ほら、こいつとか倒せるやろこれ多分。おお、コケコッコちゃん、ちょっと落ち着いてね。どうやって倒せんやろ。あ、来た。一定数倒せばとりあえずはいいんよな。これ行くか。やるしかないか。やるしかないやろこれは。やばい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 、いや囲まれすぎやろ。チェーンソーマン来た。
そうだろう。囲まれてる。まずは左のここを取ります。ほんまやな、外からあるはず。でまずはここで橋を落として、よろめけへん。よろめかんのはこれはハードコアだからですか、それとも純粋によろめかないだけですか。いい加減にしてくれ。おい、マジかよ、これはやばい、これはやばい、これはやばい、こんな渋滞やばい、危ない、いや怖い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 。カチカチやんか。え、待って、むずいかもこれ。あ、確かに足の方がいいかも。あ、いや、ダメ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 、全然ダメだった。ごめん、牛燃えて。なんで俺が燃える。うわー、牛ー、牛に殺される。え、むずっ。なんかがいるね。うぇーい、ハンドガンガン来た。え、これ蹴れんの。うわ、なったけど、あぶねえ。いや、むずすぎるやろ、ハードコア。体現バンドめっちゃ難易度変わってるね、これ。おるな。だからさっきのチャイムになって風車だ、攻撃してこんようになってるんやったらこっからも攻撃してくんなよ。近いぞ、セーブできる。いや、今日はここまでにしとくか。おつしまでした。ありがとう。今日もありがとうございました。楽しみなバイオハザードやっていきましょうね。これからもね。では、さよなら。